ともぼこの安岡博一です。今日はすごいいい天気で、8月の下旬なんですけど、宇和島の魚市場に来てます。でカマスとホタルシャコを仕入れることができましたので、今から取りに行きたいと思うんで、今から行ってみたいと思います。はい、今到着しました。今から魚を取りに行きたいと思います。これですね、これカマス、そしてこれホタルジャコ2、4、6、8、ホタルジャコ10杯とこれカマス、これとまた別にカマスが向こうの方にあるようなので、また取りに行きたいと思います。はい、で次これハランボが10杯で、4、6、8、10杯、これで12キロぐらい入っとるんで120キロですね。はい、今から搬入します。これハランボ綺麗ですよ。ほら綺麗ですよ。これでかっ。これも結構大きいのもあるんです。はい、大きいですよ。はい、あと1杯、これ松井さん。はい、10個。はい、綺麗なハランボが手に入りました。おいさん、これももうまだだいぶあるよ。カマス、これカマス でかいね、さっきの一緒ですか。こういうところは一緒。いや、これ違うやろ。あ、それはまた違う。いや、これでもでかいもんね、さっきちょっとでかいよ。じゃあ入りすね、前に入りすね。あ、俺やるか。コンテナを重いよ。気づけなかったよ。カメラ映り悪い。いや。はい、今済みました。あーっと疲れた。これカマス、これ300キロで、ホタルジャコ120キロ。今からこれ持って帰って、会社の冷蔵庫に今から搬入していきたいと思います。いやー疲れました。はい、エソすごい綺麗ですね。これエソ今上がったばっかりと、エソいっぱい、急いさ、時間
取れたばっかりなんですよ。本当にすごい、もう光ってますね。ほら鱗も剥がれてないし、すごい綺麗な餌を手に入れることができました。はい、はい、今追加で餌を50キロ弱仕入れることができました。いや、すごい、これ綺麗な餌で鱗もびっちりついてて、これ鱗もびっちりついてて、さっき本当に数分前に水揚げされたばかりの綺麗な餌を手に入れることができました。で、餌を追加で50キロ弱仕入れることができたので、結果ハマス、これが300キロで、ホタルジャコが120キロぐらいで、餌が、まあ、大体50キロ弱仕入れることができました。それでは今からボートの方に帰って、冷蔵庫の方に縛っていきたいと思います。それでは帰ります。はい、今安岡かまぼこの工場の方に帰ってきました。それでは今から魚を下ろしていきたいと思います。じゃーん、はい、これを今から下ろしていきますね。ということで、じゃじゃーん、こちらです。今日仕入れたの、カマスが300キロ、ジャコが120キロ、でエソがだいたいこれで50キロ弱ぐらい仕入れることができました。いや、すごい今日もいい天気で、すごく朝からいい汗をかきました。本当にね、こうやって魚を取ってきてくださる漁師さんとか市場関係者の方ってこその安岡かまぼこなので、本当に感謝してます。本当にいつもありがとうございます。はい、ということで、これ特にエソはですね、水揚げされて数時間しか経ってないような貴重な、すごく鮮度のいいエソですので、これ見てください。エソ大きいのから小さいのから、まあいろいろありますけど、これまたちょっと工場内で仕分けして、使っていきたいと思います。カランボもすごい綺麗でね、本当にいい買い物ができました。はい、ということで、安岡かまぼこでは、まあこういった仕入れの動画とか、まあ魚とかいろんなこと、またこの動画を通じて、ご案内していきたいと思いますので、安岡かまぼこの YouTube チャンネルの登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、そしたらまた交互期待。バイバーイ。ありがとうございました。